気をするときに手が少し上がります。自分のペースで力を吐くときに手を感じながら、ずっと降りるんだなって思って手を下ろします。で、力を抜いて繰り返していきます。鼻から吸うときに手首と肘から手がパーッと上がって、で口から吐くときに当てて降りるんだって手を感じながらゆっくり下ろして、で下まで行って力を抜いて自分のペースで繰り返します。自分でいろいろ手首回したりとか先にあったりとかいろいろお願いします。 OK ですよ。じゃあ肘上から横についた時が肘ですよ。点で捉えます。全ての関節は点で捉えて、はい、じゃあ今度下につきます。で下に下ろしていく。はい、じゃあいきますよ。膝曲げて腰左右に、そっちからウエストと付け根の力抜く。はい、膝を上げてみよう。膝ね。はい、じゃあそうですね、お腹しっかりして、膝とこの丹田が近くなるとですね、わかりやすいです。反対もここはしっかりして、この丹田と膝がつくで、上下が上下に全部全部、はい、自分で好きに、はい、膝です。いろいろ動かしてみよう。膝反対、前力抜く、たくさんですよ。はい、力抜いて、はい、 OK です。じゃあつま先グッと伸ばす、伸ばす、伸ばす、伸ばす。はい、じゃあ肩の位置です。はい、お腹しっかりして、これも、はい、はい、肩全身バラバラにして、いろんな関節を同時に感じて動かしましょう。あそこもある、あそこもあるって感じることが大事。いいですか？動かすことではなくて感じますよ。中指です。早く行きます。
番好きな景色を思い出して、その美しさ、どこがどんな風に好きなのかを感じて、それを外側に表します。光や風の声を出してみる、水や大地を触ってみる、もしくはその自然界の中